ここで番組からのお知らせです。ここで A じゃないかからスマホゲームのお知らせです。お夏休みが始まるこの時期にぴったりな、うんうん、虫が主役のバトル RPG 虫&バトルを紹介します。すごい、めっちゃいいじゃないですか、はい、この虫&バトルなんですけれども、うん、身近な虫の魅力を知ってもらいたいという思いから生まれたアプリなんですね、はい、で戦略的なバトルやリアルな虫の生態が学べるんです。あ、勉強もできる、はい、一番のポイントは100種類以上の虫からチームを組み、虫の特徴や生態が反映されたスキルでバトルを楽しめる点なんですね。今矢口さんに実際にプレイしてもらってますけれども、はい、いかがですか。いやこれね、あの虫の絵が結構リアル、うん、そうだね、そうだから好きな人にはたまらないというか、いやこれ男の子たまりませんって、うん、これそうですね。これ今毒キラーを、毒キラーいった、毒キラー、これは何、この一番右下の何、これ何さん、何さん、虫にさんつけるこっちは蜂さんでしょ、左の敵は攻撃、トンボさんとアロさんですか、蜂同士、蜂同士じゃない、蜂、スズメバチと、やばい結構強い、強そう、ミツバチと、ちょっと待って強いのよ、ほらこれはオオスズメバチだ、オオスズメバチ、ほら強いよ、強いよ、あなたこれ誰さん、虫キングだよ、モモブト、カモ、ん、モモブト、カミキリモドキ、あーモドキ、モドキだ、いっぱいいるんだ、カミキリムシじゃないんだ、これは日本ミツバチ、ミツバチだよね、コシヤキトンボ、うん、いやこれはね、と母としてはこういうのもちゃんとね息子に教えなきゃいけないジャンルではあるんですけど、うん、私苦手なんですよ虫が、うん、だからこういうのでね教えるって勉強させるのめっちゃいいですよね、うん、そうですよね、ゲームから入った方が絶対いいよね、確かに、あお、お、お、強いミツバチ、はい、わあ、勝ちました。シンプル。バトルのコツはですね、はい、スキルを使いこなして相手の弱点を突くこと、うん、まあ、まさに今みたいな感じですよね。で弱点を突くとですね、演出が入ってダメージを与えます。おアプリは無料でダウンロードできます、うん、虫の魅力に触れながら楽しめる虫&バトル、うん、ぜひ友達や家族でプレイしてみてください。はい。